だけどね、自分で偉いなっていうか、まあ、仕事柄しょうがないのは、なるべくもうほんとギリギリまで暖房入れないようにしてます。うん、お家は、入れてないですよ。エアコンもお金も入れてない。喉やられるから。やられるから。なんかね、マネージャーに昔こうちっちゃな電気ストーブもらったんですけど、それは作業するときとか、まあ、部屋がちょっと寒いから足元に置いてますけど、それぐらいかな。まあなるべくね、クーラーもさ、エアコン、その夏もさ、なるべく使わないようにはするんだけれど、まあそのリモコンのボタンを押すその日をさ、いつにしようか結構悩むのね。本当に本当に悩むんだよね。俺の中で結構一大事だから、それって、まずまあそのエアコンのフィルターを掃除、まあいいか、ちょうどいいかね、大掃除ね、年末だしね、してみて。だけどね、ライブ前はね、あんまりね、何これ、すごい独り言ライブ前はね、あんまりこう埃が立つようなこととかもしたくなくて、そのお家でもさ、こうなんか触ってない場所ってあるじゃん。そこ歩くときとかをこうダメだな、人としてダメだな、それはね。はい、ということで、今夜のお題はですね、思わず笑っちゃったエピソード、泣いちゃったエピソード、そして2014年総決算、今年こんな丸々なことがあったを黒田に報告、そして黒田一問一答ということで、この番組は皆さんのオアシスロックバー、ビックリマークからお送りします。それでは今年最後の放送第1曲目はですね、サイケリックビデーシー寒いね、寒いねサイケリックスリー買ってます今のも怪しかった。We are the power. 真夜中現れる
トヨタの千尋のレディオファントム聴いていただいた曲はサイケデリックスニーカーでしたイエーイサイケデリックスニーカーでした一平ちゃんも滑舌悪いもんね滑舌じゃないか、よくはないですね俺ら結構こもるじゃん、なんかこう声がそう一平ちゃんも結構こもるたまにお互いでこう喋ってる時に聞こえへん時が、ん？みたいなそう、あとはあれだな、俺結構ボソボソ喋るから実家帰ったりとかするとお母さんもあんま耳もね、そんな調子もよろしくないからさ何回もお母さんにさ、こう同じこと言うわけよ味噌汁いるって言われて、いらんってん？いらん？ん？って何してんねんその時はね、なんか中学生みたいなやっぱお母さんだから、はい、それでは早速メールの方に行きたいなと思います。今夜はですね、思わず笑っちゃったエピソード、泣いちゃったエピソードですね。ありがとうございます。ラジオネームマリーラちゃんからです。こんばんは、黒田さん。泣いちゃったエピソードはちょうど今起こりましたと。本日友人宅で忘年会予定だったのが、家を提供してくれる、友人が残業で帰って来れなくなり流れましたと。今日は TV ファントム聞きながら晩酌ですと。いいじゃんまあね、ゆっぺーちゃんは忘年会予定はないんですか、僕ら以外で。僕には忘年会っていうか あるんですか。あれ聞いてない。あ、ごめん、言ってないよ。え、仲間忘れ。いやいや、そうね、やったことないね、うちバンドメンバーと。あるか、うん、あるけどね、最近やらないね。まあ、改めてやるのもね、なかなか。なんかね、どうなんですかね。忘年会っていうより、新年会の方が気分的にはやっぱこう前向きになれるから、ね。あ、新年会やろ、じゃあ。はい、ね、もうほんと朝まで朝までやろうよ、うん、付き合ってよ。最近一平ちゃんよく途中で帰るから。そんなことないよ。その笑っちゃったエピソードもあるらしくて、勤務先の保育園で子供におままごとの赤リンゴを見せた、するとですね、赤リンゴと言い、青リンゴを見せたらブルーリンゴと言いましたと。最近の子供はね、英語すごいよ、と。友達の子供もね、なんかもうリアクションが外人、そういうアメリカンスクールみたいなの言ってる子って、ワオとか言うの本当発音がすっげえいいなと、うん。そしてユミちゃんです。泣いちゃったエピソード、先月 TM ネットワークのコンサートでスティールラブハーを聞けて、3年前にキネさんと一緒に黒田さんが歌ってくれたことを思い出してぐるっときたのと、 CD じゃなく生のうつさんの声で聞くことができたことに本物だと感動して泣いちゃいましたと、いつかまたぜひキネクロお願いしますと。歌いましたね、ねえ、うつさんもお元気になられて本当に良かったですよ。そう、キネさん、なんか連絡ね、またやりしたいですよね、ほんと。前は京都で、ね、やりましたけど、京都は京都で。なんか、地元だし緊張もするし、隣にキネさんいるとさ、なんか、なんだこことか思うもんね。で、親父がさ、いるわけよ。やりづらくてしょうがない。ね。そしてラジオネームきょうちゃんです。ありがとうございます。思わず笑っちゃったエピソード、先日畑でおなじみのロッカールームさんの、あ、ロッカールームという、ね、まあ、飲み屋でもありライブハウスでもあるという、はい、皆さんもよく来てくださる場所ですけれども、その上にある道草さんに仲のいい3人で初めて行きましたと。夜の営業時間17時30分と書いてあったので2階へ、するとドアに
本日言うてね本日、はい、終了しましたと看板が、これね俺ら知ってるんですけどね、でも電気ついてるしそーっとすいませんやってますかと聞くと、どうぞって、ここに終わりって出てますって言うと、お母さんが、あそりゃお客さん来ないわ、思わずみんなで笑っちゃいましたと、なんかほっこりしたという、はい、ね、あそこねよく営業してんのにクローズってなってる。あ、そうなんだ。そうだよ、知らん。たまにあるよ、あそこね。そう、ほんと可愛らしいお母さんで、で、彼女たちがですね、そのお母さんの時に、僕のファンで分かると写真展行くの、じゃあ会場で会うかもね、よろしくねってすごく気さくに、はい、言ってくれたり、タコブツ頼んだら、はい、タコブチュってお母さんがあ、それなんだろうね、あの人ね、かわいいって言われようとして行ったことあるでしょ、ちょっと行ったことある人手挙げて。あ、ないの。あ、でも後ろの方の人たちはね、あるね。そうなんですよ、なんかいい場所でお母さんも優しくてご飯も美味しいし、あの、なんていうの、ガチャガチャしてない感じが俺好きの、なんか普通のさ街の居酒屋さんとかってさ、もうなんかガチャガチャしててうるさいし、なんかトイレも汚いし、でもすっごい嫌だもん、なるべく行きたくないわけ、そういうとこ。だからあそこはねすごい、まあでも綺麗ですね。綺麗、そう、あのお母さんの年って知ってる？あ、でも失礼だね。まあでもまああの、ぜひ行ったことない人行ってみてあげてください。全然もうボトルとか入れなくていいんでなんか黒霧を入れなきゃいけない使命感がねなんか若干あるっぽいけど、入れなくていいから大丈夫。しょっちゅう行ってるわけでもないです。飲み干したらなくなったら入れとけっていう話だけど、はい、ね、はい。そしてあこちゃんです、ありがとうございますね、会社のボーリング大会がありました。ボーリングは情けないほど下手で、おととし去年と2年連続ブービー賞を受賞しましたと、ね、ビリから1個、これねもう1個ね違う人であったんですよ、ネタとしてボーリングでブービーになったっていうネタが超かぶってるのこれ、とか思いながら、そして今年まさかの3年連続ブービーでしたと、商品のお菓子の詰め合わせをもらって3回目になればネタとして面白いかなとなんとなく面白くなってきて笑っちゃいました。ブービー賞のおかげで職場の人に知り合いも増えましたということですね。後日ブービー賞3連覇を母、お母さんにね知らせたところ、私もね昔ボーリングを投げる人の形の盾、トロフィーですよね、もらったことがあるのよと喋り出すので、ブービーと念のため聞いてみると、まあねとお母さんもウービーという、これは遺伝らしいということですけどねあれ一回行ったよねボウリング。行きましたね、正月末、去年、去年今年かな、一昨年ですね、一昨年か、違う、去年だな、去年だね、伊沢杯っていうそ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 う、伊沢杯ボウリング大会があるんですけど、もう何でもいいからね、とりあえずもうビール買ってきて、なんかたこ焼きとか買ってきて、その辺でうわーって言いながらボーリングするっていうもう今しんどいかな、それね、ね、まあねあと運動神経がいいギタリストとかさ、運動神経がいい鍵盤の人だったら俺も心配ないんですよ。例えばあの黒田バンドだったらせいちゃんとか長井さんとかもうほんと遊びの達人だから、あの指大事なんだけども、ボーリングしたりとかしても全然怪我するタイプではないんだけど、バビちゃんとかこの子とかはなんか心配でしょうがないから連れていけなくなるっていうか。でも僕結構できてましたでしょ。ごめん記憶ないわ、もう兄さんに勝ちましたからね。そうですか、あ、そうですか、めっちゃ機嫌悪くなっためっちゃ面白い。もう一個いきましょうかね。エリコちゃんです、ありがとうございます。笑っちゃって泣いちゃったエピソードはですね、サンタさんにお手紙を書いたよ
という3歳の甥っ子、うん、もう手紙を書けるんだと微笑ましく思ったのもつかの間、その手紙を兄に見せてもらうと、頑張って文字を書いているけれど、まだ文字というより記号に近く解読不能。サンタさんに何をお願いしたのと聞いても、クリスマスまで内緒だよの一点張り、この手紙サンタさん読めないかもよと言うと、サンタさんは世界中の子供のお手紙が読めるの、だから大丈夫きっと魔法を使って読むんだよと、かわいらしい、笑顔で答えるお一個に、今家族全員が泣きそうですと可愛らしい話だねこれ、ね、世界中の子供のお手紙が読めるんだよサンタさんは、ね、一平ちゃんもそんな心ないもんねそんなことないんですよ ね、 いやねいや。これはちょっと俺がね家族だった俺もってこう なるよねこれね絶対、うん。でも読めるかな。うんね。朝起きたらプレゼントを見たらおいっ子が泣いてるかもしれません。解読できなくてね。はいねありがとうございます。ねあのあリペイじゃないのなんか今年こんなプチ何々があったみたいな思わず笑っちゃったみたいな感じの泣いちゃった話みたいな、はい、泣いたのは、うん、この間やってたちょっと前ですけど探偵ナイトスクープのある回で泣いちゃいましたね、どういうこと？泣くことなかったんですけどないんですけど、うん、その回はねすごいいい回で、うん兄さんもぜひ見てほしい回なんですけど、どんな話？ざっくりざっくりね、5、6歳ぐらいのちっちゃい男の子が一休さんが大好きで、で修行に行きたいって言い出したんですっていう依頼なんですよ。あ一休さんになりたくて、一休さんの元に一休さんみたいになりたくて、実際にお寺に修行に行きたいと、で行ったら家にも全然帰れなくなるし、だけど僕行きたいって。で実際に頭丸めて行くんですよ、うん、ちょ家から遠く離れた山の中のお寺に行って、うん、で1日修行して、うん、でどうするって君さえ良ければ、うん、いてくれてもいいんだよって、うん、お嬢さんも言うんですよ、うん、お嬢さんもいい感じなんですよ、うん、なんか優しくてね、うん、でちょっともうその時点でちょっと泣きそうになってるんですけどその子、うん、でも言っちゃったから、うん頑張るって言うんですよ、うん、で実はお母さんがそばにいてて陰でモニターでチェックしてたんですよ、うん、その一部始終、うん、で最後に後ろからこうやって抱きしめてあげるんですけど、うん、その瞬間その子がもう緊張がほぐれて、うん、お母さんって泣き出すんですけど、ね、分かるねそれね、うん、もうその5、6歳のちっちゃい子供やけど、うん、ちょっとプライドがあってみたいな、すごい良い話。ええ話は俺も泣くわそれ、うん、絶対泣くと思います。泣くわもう何でも泣くも最近ほんとなんか浅田真央ちゃんの伝説の4分間とか今見ても泣くもん俺、最後のねはい、ですねそうメールもねたくさんいただいてるんですけれども、あばら的総決算は初レコーディングがありまして、はい、そしてね僕と一平ちゃんのねチャッピー3人のユニットあばら、はい、それがですね1月21日にですねファーストなんて言えばいいのかなミニアルバムですよね、はい、リリース決定です。ありがとうございます。タイトルがですね、グリタープライドという、はい、タイトルなんですけども、グリター、まあ、グリッターとも言えるんですけども、あばら的には、まあ、つをなくしてグリタープライドという、呼び方にしようかなと思って、まあキラキラ光るっていうか なんつうのちょっとチャラめのキラキラ光るというかそういう意味合いです。はい、で、アルバムタイトルグリタープライドなんですけども、アルバムの中にもグリタープライドという曲が、はい、入ってまして、まあだから言うとそのファーストアルバムの核になっているという
かね、うん、まあ僕がすごい気に入っちゃって一平ちゃんが作ってくれたんですけれども、チャッピーのアレンジも非常によく、僕も自分が書いた歌詞自画自賛ということでね、本当聴いてほしいよな、あれな、はい、うん、そうですね、で全6曲、グリタープライド1曲目がインパーフェクト、はい、ね、これは皆さんも何とか聴いてもらってると思いますけれども、2曲目が、この間ライブでやりましたインザワールドという、はい、曲で、3曲目が、イズと、ね、チャッピーとイケちゃんがやってます、はい、ファンタスティックドライバーという、はい、曲で4曲目が、グリタープライド、はい、で5曲目がハピネス、はい、そして6曲目がまあ何と言えばいいんですかね、オープニングでかかる、ライブのオープニングでかかる曲、はい、あれも、まあ、特別にちょっと入れようじゃないかということで、はい、アバラのテーマということで、はい、ぜひぜひ皆さん1月21日リリースのグリタープライドよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではこんな中からあばらでインパーフェクト、これそうだね、僕も歌い直して、まあ、ミックスもね終了したという、まあ、完成品ですねほぼ、はい、それを聞いてください。どうぞ。聴いてもらった曲、見てもらった曲はあばらでインパーフェクトでした。いやもうてっきり曲だけだと思ってたんですよ。僕も
ね、そう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 、ミュージックビデオ、ね、作りましたよね、それまで、はい、いや、ここに書いてないからさ、そうです、どうでしたか。かっこよかったね、スピード感ですね、うん、追いかけられないね、人をね、チカチカして、チカチカしてね、うん、いや、よーあのテイク数であれ作ったよね、監督もね、うん、素晴らしいですね。まあ、話すとですね、あばらのライブがあった時に、アンコールの時間、皆さんに協力していただいて、何回だけやったんだっけ、3回かな、合計3回、そうだね、うん、だけであれをやったっていう、まあ、本番の映像も何個か入ってますけれども、いやね、本編ライブがもうあってヘトヘトになりながら一回楽屋戻ってこう汗を拭き取ってメイクし直して衣装を変えてこう出てって、ね、何もなかったかのようにねこうやるみたいないやいや、ありがとうございましたもんね、皆さんも参加してくれたと思いますけれども、はい、はい、それでは、本日もう一つのお題ですね、2014年総決算を黒田に報告ということで、まあ若干ちょっとさっきのテーマとは似てますけれども、うん、はい、新間さんです、ありがとうございます。2014年総決算を黒田に報告ということですが、うん、ぶっちゃけ特に報告するようなことはないです言うなればプラスマイナスゼロな1年でしたという、まあでもある意味ね、楽しかったこともたくさんあったけど、同じぐらい悩みも尽きなかったし、幸せだと思う瞬間も何度もあったけども、なんで私だけって卑屈になる瞬間も何度もありましたと。大きく体調を崩すことはなかったけれど、ちょこちょこ怪我をしたりと、どうしても行きたいと願った、ライブに運よく行けたけど、いつもなら普通に行けるライブに行けなかったりと、出会いもあったからといって何か進展したわけでもなく、うんね、これは読まないですね、はい、そうね、とはいえ決してドラマチックな1年ではなかったけど、でもなんとなくいい1年だったなと思うから、総決算としては上出来なんじゃないかなということですね。本当そうだと思うよ、うん、どうしてもまあ僕もそうなんですけれども、楽しいことってちょっとすぐ忘れがちになっちゃうので、つらかったことの方がね記憶として残りやすいというか、あーねはい、エリコちゃんですね、ありがとうございます、初恋の人の結婚式に参列したことかなと、はい、これ面白いんですよ話、中学生の頃ずっと好きだった彼、その彼が同窓会で再会したら女の子になってたんです、まあ、女の子になっちゃった、はい、初恋の人が、はいはい、あの頃はまさか花嫁姿の彼か彼女の横で友人代表のスピーチをするとは思ってなかったですと、はい、すごいよね、すごいですね相手は男なんですか、どうなんですか相手は男なんです、まあ、そらそう、ね、まあまあ、でも自分が初恋だった人が男の子になってたと思えばさ、なんて言葉をかけるだろう前言ったっけ、俺も、小学校中学校同じだって、まあ、男の子がいたんだけど、ある日突然、まあ、田舎帰った時にコンビニでその子と会って、もう確実にその子なの顔が、だけど髪が長くてスカート入ってたから声をかけられなくて、そうよくなんかね喧嘩したのを覚えてるんだけど、ちっちゃい時見ちゃいけないものを見たから何も買わずに、まあいいんだけどね、うん、ね、そうそうそう、うん、
ただね、昔のそのちっちゃい時のこと時のこと知ってるから余計にちょっと、うん、不思議な気もあるというだけね。そしてサボちゃんです、ありがとうございます。今年はここ1ヶ月の間に入籍、新居購入、妊娠発覚と年の最後の最後に凝縮して人生の大イベントがありましたという、すごいね、うん、1ヶ月で、でハッピーな出来事続きなので、これにあやかっていつも買わない年末ジャンボを購入しましたと。当たったら怖いね、逆にね。たまにないみんなさ、まあすごい運がいい日ってちっちゃいことなんだけど、あの信号こう赤信号にならずにずっと行きたいとこまで行けたとかさ、あるでしょ。俺もなんかこの辺駐車場結構ね埋まってるんですよ。で車来てあのこの時間絶対空いてねえなと思ってたら1個だけ空いてた時のあの嬉しさ俺すげえ喜べるの、うわー空いてたかそういうことがなんかその1日の中で何回かあるって、そういう日、うん、その時はやっぱさすが俺もちょっと宝くじ買おうかなと思う時もあるよマジですかっていうのと同時にここで運使っちゃいけないって思う。この些細なことに運使ったらなんかいい曲書けないくなっちゃうかもとかさそういう風に考えちゃうから。おめでとうございますでもね、ハッピーじゃないですか本当。じゃあ宝くじの結果をまた番組にメールしてください。別にちょっとちょうだいとかも言いませんか。7億円とかだったら言わなくていいです。そして、ラジオネーム空ままちゃんですね、ありがとうございます。嬉しいことの報告ですね、まあ、彼女そのよく娘さんの写真を、ね、送ってくれるんですけれども、空ちゃんが七五三を迎えたことですね。初めての育児で毎日大変だったり悩んだりの繰り返しで必死なのですが、子供は着実に成長してるんだと実感できましたということですね。数年後はそれと一緒に子役のライブ参加したいなと思ってますということで、ありがとうございます。可愛らしい、七五三ってなんかちっちゃい時やった？いや、もう記憶ないですね。行った記憶ないですね。俺やってないと思いますね、うちの親は。だって写真ないもん一枚も、なんか姉ちゃんはなんかね初めての子だからいろいろさ、ひな祭りの日にさ、みんなに団があったりとかさ、うち五月人形ないわ、そういう七五三の写真ないわ、ね、二人目ってそんなもんなのかな。そうなんですかね。でも親父が、まあ俺多分性格似てるから、なんか男はやっぱ男に対してあんまりそういうことしないみたいな、もう分かんないよ今となってはね、親父のそういう、でもさ、なんかこうみんなが七五三でこうなんかアメちゃん長いの持ったりとかさ、こういう写真なんかこうちょっと大きめのねスーツというかおめかしした服着てる写真とかさ見るとさ、なんか羨ましいなと思うし、その当時はどうでしょう、羨ましいって思いました。で、分かってないんでしょうね、そういうことやってないから。友達がそういうことをやってたっていうのとかさ、写真見てもなんか多分ピンときてなかったんだ。写真大体なんかね、芋掘り前見てるけど、なんか芋持ってるこういう写真とかが何でも俺なんか芋掘るね、兄弟見なかったでしょ。僕のとこもそうです。 あとなんかね、浮き輪浮き輪ここつけてこうやってる写真とか、あとはね、なんかおしっこしたそうな感じのこういう写真はい、あとはゆみちゃんは、あんまりいい年だったとは思いませんでした、足を怪我してしまいね、ちょっとすごく目立つのでスカートを
吐いたりみんなと温泉に入ることができなくなってしまいましたということでね。はい、まあでも悪いことがあった時は絶対必ず次いいことあるって思わないとさ、はい、ね、僕もそう思うようにしてますよ。はい、ね、あとあこちゃんはですね、一人暮らしを始めたことですね、それに伴う引っ越し、忘れもしない10月6日大型で強い台風の直撃の日でしたと。うん、たまたま偶然ですが引っ越す部屋番号、これ言っていいのかな、部屋主とも言わない方がいいと思うけれど、うん、このまあまあ僕にちょっと絡むような感じのね部屋番号だったり、このラッキーナンバーと台風直撃は必然だったのかもしれません。僕は雨男だからね。でまあなんとかいろいろ頑張ってねやってみたと。で一人でバタバタしていた中、こんな顛末を Facebook で実況中継していたら職場の仲間や飲み友達が面白がってくれてみんなで応援メッセージをくれたらしいと。それが嬉しかったということですね。はいね、いやいや、まあ一人暮らし大変だと思いますけど、いいこともねありますよね。本当、俺でも初めて一人暮らしした時やっぱちょっと怖かったな、男だけど。怖いですよね。まあ夜は、あとね、実家にいる時は感じなかったけど、まあ夜中なんか本当眠れない時なんかね、不安でしょうがなかったけれども、いや特に女子とかはない、今でないないんだ、強いね。はい、ということでね、いろいろメールいただきましたけどありがとうございます。まあ今年いいことなかった人も来年いいことあると思ってね、前向きにちゃんといろいろ頑張って生きていきましょうよみんなで。はい、それでは曲の方に行きたいなと思いますけれども、今夜も生ライブ生歌をお届けしようと思ってますんで、よろしくお願いします。どうぞ。壊したくて宿る理性を全て
波打つ想い止められそうなんや。埋めたことない息づく夜を歌う嘘の果ては揺れて張り裂けそう。ぬるく入れ熱現実の差し伸べてる光に手を伸ばして抱きしめたい愛のもとに手を見せまそう。足元に絡みつく踊りまくまの群れを振り切れずに泣いた。地平線の向こう側描いた夢は遥か遠く消える。うずくここに澄み渡る深く胸突き刺しても戻らない孤独の空壊して眩しすぎる君の心を生かして僕の黒い瞳は空の色が
言葉の裏側で黒谷千尋のレディオファントム。ありがとうございます。聴いていただいた曲はスリルバカンスと、デナマウタセバソウル、そしてトカゲの日でした。まあ、これの前期のね、柱となった曲たちばかりでしたけれども、ね、セバソウルも前半ちょっとバラードっぽくね、やりましたけれども、それではね、時間もしてきましたのでラストのコーナー、一問一答のコーナーです。はい、今夜も演者さんがね、はい、メールを読んで、はい、メールを読みます。どうしこれあ、なんか、イフェイちゃんっぽいねどんなイメージ。いや、君は、なんかそういう感じのギャップがいいのよ。ステージ立って、カッていく感じと、このいつもこんな感じしてる。いいじゃん、新喜劇。女の子はそういうギャップに弱いんだから。はい、気が抜けるわ。はい、いるよ、かわいいらしい。はい、はい、はい。もうすぐ、ごめんなさい、あやかさん。はい、ありがとうございます。もう少しでクリスマス。すごいな、この日。はい、すいません、はい、クリスマス。もう少しでクリスマス、はい、子供の頃、サンタクロースにもらって嬉しかったものは何ですか？親父がくれたサラミです。いや、あのね、まあこの番組でも多分言ったとは思うんですけれど、僕ね、ほんとさっきの話じゃないけど、親父からあんまもらったことないんですよ。まあそれこそあのトカゲの日、今聴いてもらった曲で、まあクレヨンとかさ、ああいうものは買ってくれたんですけれど、なかなかやっぱね、そういうクリスマスとかのイベントで、あいつとか言っちゃった、親父が。なんかクレヨンはなかったんだけど、ちっちゃい時ある日ね、まあ親父って分かってたんだけど、サンタクロースっていうのは、まあでもくれるかくれないか分かんないけど、一応靴下置いとこうみたいな感じで置いてた。朝起きたらサラミが入ってたな。それ昨日親父が食ってたつまみじゃんと思ったら、ふざけてんのかと思って。あ、そうなんですか。でもそれはそれで嬉しかった。そんな親父がね、嬉しかった。嬉しかった。僕やったら泣きますね。ガチャローさん仕込みましたね。じゃあどうしようかな。リッターさん、はい。今年1年を漢字で表すと。芋。あ、焼酎。焼酎もそうだし、なんか俺のことじゃなくて世の中。いや、違いますよ。どうなんやろ。あ、兄さん的、俺自分的には芋かな。なんか昔で言うとなんか芋っぽいみたいな感じの、ちょっとダサいみたいなのもさ、なんか最近のこう洋服の雑誌とか見ててもさ、なんか別にいらねえやって思っちゃってる自分がちょっとダセえなみたいな、好みじゃないものもあるからさ、今流行りのもので、でも着ないとなんかダセえなと思われても嫌だなとか、いろいろ自分の中ですっげえ自分がダセえなって思ってっていうのと、今焼酎ばっか飲んでたねっていう君と、うまく書けましたね。そうね。イフェイちゃんは何？僕なんやろうな。耐える。忍耐の。それでちょっとなんか聞きにくいな。いや別に、まあ免許を取った。ああ。ね。いやいや、もうはい、3ヶ月ぐらい。
ね、かかったんですけど、教習行ってね、教官に怒られて、ね、変えて、そんなに怒るもんなんですかね、教官ってね、仕事は仕事で俺とかババ、バビおじいちゃんにね、怒られながら、そうですよ、もうこの後クリスマスにはね、畑っていう大仕事が、大仕事ですね、まあ、きっと怒られるんでしょうからいや、まあね、頑張ろう、はい、頑張りますよはい、リエさん、リエさん、はい、今食べたい芋料理じゃない、鍋料理豆乳鍋、美味しいよ、豆乳鍋、豆乳鍋ね、締めは何にしましょう、締めはね、豆乳鍋の残りは締めは難しいでもね、あれですよね、カルボナーラ的な感じになるんですよね、最後うどんとか入れて、卵とかチーズ入れて、 あのね、普通の鍋こう、まあ同級生のね、あのお家にご飯食べに行くことがよくあるんですけど、あの鍋する時とか行って、普通の鍋食べた後にカレーを入れるんですよ。で、最後、そう、うどんとね、その最後のカレーうどんが超うまいの、うん、やってみ、一回、それはうまいでしょうね、ほんとうまい、うん、あとカレー鍋ってね、前よく流行ってたもんね、まあ、流行ってましたね、今も流行ってるかもしれないですけど、はい、ね、はい、伊勢さん、はい、今年一番聴いた曲名は、自分の曲でもいいんじゃないですかね、ちょっと待って、キャンディーデイズかな、あ、うん、あの、まあ、その前からずっとつながってますけれど、やっぱ自分でずっとこう、ああいうさ、ビデオとかさ時もすごいいっぱい聴いたし、ライブの時もいっぱい聴いたし、うん、こういう会場とかでやる時とかも、うん、あとすっげえ好きなのあれ、うん、本当は今日もやりたいぐらいだった、まあ、ですか、うん、あ、じゃあエビちゃんは何やろうな、まあでも兄さんの曲めっちゃ聴いてますね、やっぱり、いや俺も昔に比べるとこうやってライブやったりする回数も多いからさ、前よりもやっぱり自分の曲よく聴くから、うん、そうで聴きながらメロディーど忘れてるのもあるのよ、正直昔の曲って、で昔の方が下手だから、それを聴いてもどこ行ってんねんとか、ここに改めて歌い直したらいいとか、あ、そういうのとかさ、あとはやっぱなんか昔にだったから書けた文章もあるし、うん、あ、昔だったから思いついたメロディーもあるし、うん、ね、いやいや、まあなんかいい機会ですよ、自分の曲をこうやって聴けるっていうのも、うん、あとはあれだな、なんか全然関係ないですけど、曲ではないんですけど、ボイトレする音源はやっぱ常に聴いてるから、なんすかそれ、そのピアノが出てきたりとかさ、そのボイトレの先生がこうハハハハハって言ってくれたりとかさ、そういうのがあるんです、うん、そうハハハハハって俺よくやってんじゃんやってますね、だいぶ前、はい、ルルルとか、はい、あれ音もらって、はい、ルルルルルとかやって、うん、あ、そうなんですか、そうそう、それはね、クソほど一番聞いてるかも、正直、うん、自分のパソコンの中に入ってる音としては、うん、曲名はははははそうね、はははは音程あるから分からへんはははははははそろそろですか、まだ時間あるんですか、まだ行きますか、はい、はい、じゃあ、夏木さん、はい、冬場のスカート丈とブーツ丈のバランスはどのくらいがお好みですか？
や、ブーツの高さってこと？あ、スカートは短いけりゃ短い方がそれはね、短くとして、あとここが開いてて、踏まやマフラーしてる状態がやっぱいいですよね。ブーツ関係ないです。すぐエロ行くから。短かったとして、スカート短かったとして、ブーツはやっぱここがいいですね。あ、じゃあ結構、あ、なるほど。僕もちょっと長い。もっと長い。ブーツが。あ、これぐらい。夏希さんはなぜこんなことを聞いてる。聞くことがなっちゃうの失礼や。漏れなく。ね、まあ男子はね、やっぱ短ければ短い方が。あ、でもどうだろう。これぐらい？これぐらい？あ、もうちょっと短い。これぐらい？あ、どうなんやろ。どうなんやろ。あ、それは。その子捕まるで、ポン。はい、ということでね、ありがとうございました。あ、まあね、今年最後の放送も最後にエロ話というか、仕方ないですね。ね、今年もありがとうございました、皆さん。本当みんなのおかげです。で、まだね、今年やることがたくさんあるんですけれども、お知らせです。まずはですね、12月23日、アコースティックライブ遠来クリスマス畑、はい、そして翌日12月24日イブですね、僕のファーストアルバムも十何年前ですけれども、ベアフットというアルバムの、クリスマス畑行います。当日券リザーブ受付中。そして、久しぶりに写真展を、昔ねちょこちょこやってましたけども、結構たまったものもあるので、それを、今回、見せようじゃないかということで、12月21日か23日に行います。黒田三昧フォトワンダートリップと題しまして行いますので、ぜひ皆さん見に来てくださいよ。あ、いい写真ありますよ。で、そっか、今度の正月はライブがないので、クリスマスが歌い納めということで、僕も頑張っていい歌、ね、歌いたいなと思います。はい、そして、一平ちゃんとチャピットでやっておりますアバラニュースです。1月21日 CD リリース、タイトルはグリタープライド。はい、で1月24日映画ですね、この TV ファントムの、あばら特番をやろうと思ってますので、チャッピーもね来て、いべちゃん仕切りで、面白いやん。その方が思わないですよ。いや面白いよ。あ、チャッピーにさせようか。それはもうなんかあの人はうまいから、お話がね、僕だからあのビール飲んでますよ。あ、なるほど。そして翌日ライブというね、そうか、じゃあ、まあ、お酒飲めないね、ちょっとは飲めるけどね。はい、そして、これになりました海外イベント、2月のベトナムハノイ、バレンタイン旅行イベントはですね、12月24日、クリスマスイブに締め切りですね。イベントも2月12日出発と、13日出発の、2コースございますんで、はい。そして今頑張って作っておりますソロ12枚目のアルバム、はい、発売が、エプリルフール4月1日に決定。そしてツアーは4月11日決定ですか。4月11日から、始まります、プレツアーもね、プレツアーライブですね、ございます。3月28、29とやりますのでね、頑張りますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。さっきも言いましたけれども、まあクリスマスにやるアコースティックライブ、僕がソロデビューしたね、まあ1枚目のアルバムと、その次の、まあ
なんかこの間リハやっていろいろ当時のことも思い出したりね、さまよいながらこの曲作ってんなとかさ、うん、自分なりになんか思い出もあったし、それこそ来てくれたみんなもね、その時の思い出もたくさん多分、うん、こう頭がよぎるんじゃないですか、来てくれると。はい、ね、はい、じゃあ今年最後いい、ね、歌を歌いたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください、ね、どうでしたか、まあ今年 TV ファントムレギュラーになりましたけれど、はい、そうですね、もうこの形になってからはもう解禁賞という感じになりました、ね、そうね、うん、ちょっとまだね、え、なんでお話も慣れたね。いや、まあ、うん、まあ、はい、勉強中です。いや、本当はうまいんですよ、だから、うん、本当はうまいんですけどね、僕と一緒で恥ずかしがり屋でなかなか人前出るとこううまく喋れないっていうね、かわいいと思いますね。ということで、皆さん良いお年をということですので、今年最後の TV ファントムこれでお別れしたいと思います。ラストの曲はですね、レインボーラバーズです。どうも良いお年を、プロとイクイちゃんとみんなでした。みんなも元気。
ってこの世界をあるべき姿へとひたむきな情熱と測りきれぬ夢を太陽に胸を張って見せつけるレインボーラバーズ、ウォーウォーウォレディオファントム。